ベースボールクラシック2013ワールドベースボールクラシック2013年3月19日第3回 WBC 決勝戦ドミニカ共和国タイプエルトリコの試合前の様子2013ワールドベースボールクラシックは2013年3月にアメリカ合衆国を中心に4カ国地域にて開催された野球の国際大会ワールドベースボールクラシックの 第3回大会である。今回から国際野球連盟の世界選手権も兼ねて開催された。本大会はトミニカ共和国が全8試合に勝利し、大会史上初の全勝優勝を成し遂げて第3回 WBC 王者になった。参考対象国の直接対決の成績3チームが並んだ場合は、 当該チーム間の TQB イコールマイナスの大きい、順3チームが並んだ場合は、当該チーム間の ERTQB イコール、マイナスの大きい順3チームが並んだ場合は、当該チーム間の試合における打率3チームが並んだ場合は、コイントスの勝者2013ワールドベースボール、クラシック予選、英語、2013ワールドベースボール。クラシッククオリファイアーズは、 前回出場国16カ国、地域のうち、前回大会ベスト12を予選免除とし、前回大会ブロック再開に終わった、チャイニーズ・タイペイ、カナダ、パナマ、南アフリカの4カ国と、新たに参加する、ドイツ、スペイン、イギリス、フランス、チェコ、イスラエル、ブラジル、コロンビア、ニカラグア、ニュージーランド、フィリピン、タイの12カ国、 合計16カ国により行われた予選である。4カ国ずつを一組とした4組に分け、敗者復活戦を含めた6試合を行い、各組1位の合計4カ国が本大会に進む方式であった。予選ラウンドは、2012年9月19日から11月18日にかけて、ジュピター、レーゲンスブルク、パナマシティ、台北の4会場で開催された。 前回出場国のチャイニーズ・タイペイとカナダは本戦進出を決めたが、パナマと南アフリカは敗れ、代わりにブラジルとスペインが新たに本戦に出場することとなった。予選1組、予選2組、予選3組予選4組出場国は、前回大会ベスト12位で予選免除となった12カ国、地域と予選から本大会に進出した4カ国。 地域の合計16カ国、地域。予選免除12カ国、地域は3大会連続3回目の出場となる。A 組 B 組、オーストラリアを除く3チームが2勝1敗で並んだ。ため、大会ルールの当該チーム間の特殊点差により、チャイニーズタイペイとオランダが第2ラウンド進出となった。C 組 D 組1組2組 WBC。 主催者である大リーグ機構のブロス南城休副社長は文句なしにホームラン級の大成功と今大会を総括した。観客動員885,212人は前回を約8万人上回る史上最多。これに加え、ライセンス利用額、視聴者数、スポンサーシップ販売額、ソーシャルメディア利用数。 すべてで前回大会の数字を上回る結果となった。今大会では公式の Facebook と Twitter を開設し、Facebook では100万近いコメントやシェア等があり、Twitter でも20万回以上のリツイートがされ、デジタルメディアでのアピールにも成功した。初の一時、ラウンド地元開催となった台湾では、チャイニーズ台北代表の試合が、 開催球場史上最多の超満員になるなど盛り上がった。予選においては多くの初祥大国が生まれ各国に WBC 参加による影響を与えることになった。中でも野球よりもソフトボールが主流なニュージーランドでは野球に転向するソフトボール選手も現れるほどであった。また WBC 初となる欧州でのラウンドを開催。 今大会でのオランダやイタリアの躍進もあり、今後の欧州への関わりも注目される。一方、日本で開催された福岡ラウンドでは、地元の日本代表の試合でも高額なチケットからか、空席が目立った。また各ラウンドの地元代表以外の試合も依然として、空席が目立つことが多く、これらの観客動員をいかに伸ばしていくかが、今後の課題の一つである。 台湾は念願であった第1ラウンドの地元開催となったこともあり、開催球場では会場以来最多の観客が集まるほどに盛り上がった。そして地元の熱い声援に押されるように、台湾代表は初の2次ラウンド進出を決め、国内での話題も沸騰。東京で開催された2次ラウンドのチャイニーズ台北対日本戦には多くの台湾ファンが応援に駆けつけ、 またこの試合の台湾国内での平均視聴率は台湾のケーブルテレビ放送史上最高の15.47%を記録2300万人の総人口の半分を超える1200万人が感染したとみられている日本国内でも日本戦は高視聴率を記録チャイニーズ台北対日本戦では0時前に試合が終了する長丁場であったにもかかわらず 満員の観客のほとんどが最後まで観戦するほどの盛り上がりであった。初めて準決勝に進出したオランダ代表の躍進も地元有力士で大きく取り上げられた。準決勝のプエルトリコ対日本戦では、プエルトリコ国内の複数の放送局で中継され、計74%という視聴率を記録した。決勝のプエルトリコ対ドミニカ共和国戦も、ドミニカでは、 過去10年のスポーツ中継で最高の視聴率、プエルトリーコも過去1年のスポーツ中継で最高の視聴率を記録した。今大会は1次ラウンドを前回のダブルエリミネーションから第1回大会で採用した総当たり戦に戻した。その結果、前回大会のように同一チーム間の対戦が最大5回という事態は回避された。 勝敗が並んだ場合は、当該チーム同士の得失点率差で順位を決める、方式に変更した。これについて、得失点率で2次ラウンドに進出できなかった、韓国国内からは、サッカーと違って、野球で、得失点差で順位を決めるべきではない、事前に2次ラウンド進出に必要な点差が分かって、しまうことに対し、WBC もサッカー W 派予選の、 最終試合のように別会場で2試合同時進行で、試合をすべきなどの批判の声が上がった。一時ラウンド D 組、第4試合のカナダ対メキシコ戦において、WBC 大会史上初の乱闘が発生した。発端はカナダが6点リードで迎えた9回をもて先頭打者、クリス・ロビンソンが決めた三塁バントアンダである。すると、 メキシコの投手アーノルドレオンは自打者レーン・トソニーに対し2級連続で内角攻めを行い、球止により警告試合を宣告されるも、これを無視する形で、直後の3球目に小石球を与え、両チームの選手コーチが入り乱れる大乱闘に発展。両チーム合わせて7人の代乗者を出した。また、興奮したメキシコファンがグラウンドに投げたペットボトルが、 カナダの投資コーチの顔面を直撃する事態も起きた。地上波テレビ放送では TBS 系列、テレビ朝日系列にて3大会連続で中継放送した。今大会は全大会と異なり、すべてのラウンドで TBS とテレビ朝日が混在して放送した。BS テレビ放送では J スポーツが BS 放送開始1周年を記念して、 本大会前39試合と日本国内で開催される強化試合全8試合の計47試合を完全性中継で放送する予定。WBC 全試合を完全性中継するのは3大会連続。後日2月17日に開催される侍ジャパン強化試合対広島戦を独占性中継で放送する予定が追加された。ラジオ放送では 日本放送が第1ラウンドの日本対キューバ戦及び第2ラウンドと決勝ラウンドの日本戦を TBS ラジオが第2ラウンドの日本戦を中継した。m p i n シルバ社がアメリカ、カナダ、プエルトリコ、日本を除く世界の放映権を獲得している。 アメリカでは2013年大会及び2017年大会の英語中継の全試合放映権を MLB ネットワークが獲得している。ESPN は2013年大会及び2017年大会のスペイン語中継の全試合放映権を獲得スペイン語放送専門局である ESPN デポーターゼと ESPN デポーターゼにて放送される。他に ESPN と ESPN ににおいて選択した試合のスペイン語、中継放映権、ESPN ラジオと ESPN レポーターズラジオにおいて許可される、範囲でのテレビ放送との同時放送権、ESPN の番組、ベースボールトゥナイトとスポーツセンターでの大会ハイライト放映権、2017年大会予選の権利等も獲得している。韓国では JTBC が、 m p シルバより放映権を獲得している。主催、ワールドベースボール、クラシックインクグローバルパートナー、デルタ航空、ブランド USA、コナミ、メットライフトーナメントブラケット提供、サブウェイ各ラウンド主催、スポンサー。ありがとうございます。